4回2死1塁、代打でサゼンダを放った阪神、井上広大はベンチに向かって、このポーズイコール、横浜スタジアム、撮影、松永翔平、セリーグ、DeNA 96阪神、21回戦、10勝10敗1分、20日、横浜中日、西武、阪神で、通算1560安打を放ち、楽天初代監督を務めた、サンケイスポーツ専属評論家の田尾康氏、70、は、阪神のちぐはぐな継投策と、井上広大外野手、23、の走塁に言及した。今季初救援だったビーズリーは、最初の1イニングを抑えたのは良かったが、回またぎはきつかったかなと思う。15日のヤクルト戦、甲子園で6回1失点の球数97から、週4日。最初の中継ぎ登板は、先発時のように中6日ぐらい空けた方が良かったのでは、ないだろうか。ボールにもいつものキレはなかった。ただ打たれたとはいえ、彼に責任を被せたくはない。4点ビハインドの8回に、桐敷を投入した。これは、諦めていないという意思表示の意味合いもあるのかも、知れないが、起用するのであれば石井が投げた次のイニング、1点ビハインドの6回でも、良かった。全体的にちぐはぐな系統に思えたし、少し間違えると、こうなってしまうというゲームだった。野手では、井上の走塁がいただけなかった。3点を奪った4回、西一塁から代打で、左翼線への長打コースの安打を放った。一走、ボクローは察知したが、井上自身は一塁止まり。二塁まで進んでいれば、三五からの近本の左翼線二塁打で一気に、同点のホームまで踏めたかもしれない。なのに、当の本人は一塁上で、ガッツポーズ。あの当たりで、あの走塁は、大ベテランだ。何歳なんだ?と思うほどに、甘い。これでは打撃しかない選手で終わってしまうし、レギュラーは取れない。しっかりと反省してもらいたい。一球速報へ、プロ野球日程へ。